黒オオアリ、黒オオアリ、黒オオアリ、カンピノタスジャポーニカスは、八目、アリカ、ヤマアリアカ、オオアリ族に分類されるアリの一種である。同族のムネアカオ,オアリと並んで、日本列島に分布するアリの中では、最大となる大型のアリで、南西諸島以外の日本では、住宅地などでもよく見られる財布通種の一つである。働きアリの体長は7から12ミリメートルほど。 7から9ミリメートルの小型働きアリと10から12ミリメートルで頭部が発達した大型働きアリが形態的に分化している。全身が光沢のない黒海色だが腹部の節は黒光りする。また腹部には褐色を帯びて光沢のある短い毛が密生する。大アリ族の特徴として側方から見て前、中京生園は緩やかな子を必し、それに対して 山あり族の黒山ありでは、中京肝が背面に位置する部分で胸部がくぼみ、側方から見た胸部の円が二山となるので、この点から要因に区別できる。近縁種で寒冷地に生息するカラフトクロウオアリとは、前新腹節後肺炎がより丸みを帯びていて、公園の傾斜はより緩やかであり、前、中京背面に少数の立ち毛がある点でも区別できる。ほぼ、 日本全国に分布し、分布の難言は、トカラ列島の諏訪の瀬島とされる。日本以外にも朝鮮半島、中国まで分布、アメリカ合衆国でも見られる。開けた場所の乾燥した地面に好んで演奏するので、畑や林道などのほか、住宅地や公園など都市部にも多く生息する。アリの中では大型なのも、相まって人目につきやすく、黒山あり、飛び色気アリ。 飛び色しはりなどと並び、南西諸島以外の日本では、人家の近辺の屋外で最も身近なありの一つである。巣はあちこちにジグザグに通路を掘り進み、その通路に一から二つずつ縦向きに部屋をつける。成熟した大きな巣では深さ一から二メートル、働きありの数は千個台ほどに達する。働きありは春から秋までよく見られる。働きありは、 草木の上や地表で出会ったガの幼虫などの小昆虫を大顎やギサ産を含む毒液で殺して巣に持ち帰るほか巣の周囲の行動圏内に落ちている昆虫の死骸なども巣穴に運び込む。桜島の溶岩地帯における研究では多種のアリをかなり頻繁に買って餌としていることが明らかにされている。大きな獲物は多数の働きアリを動員して回収作業を行う。 巣に運び込んだ獲物はそのまま貯蔵食料にするのではなく、食料庫の部屋に運び込んで、働きアリが速やかに解体し、肉の部分を甘露と同様に、その後に収納する。また、アブラムシの糖分を多く含む排泄物、甘露や植物の加害密線から得られる蜜は、エネルギー源として重要な食物となり、アリと共生する性質を持つ種のコロニーを保護して、 ここか感度を得て、その鬼に収めて持ち帰る。多くの山ありやかと同様、その鬼が発達していて、液状の食物をこれに入れて持ち帰ることが多く、捕らえた獲物も丸ごとではなく、その鬼、体液だけを覚めて持ち帰ることも少なくない。5から6月の雨が降った後の、よく晴れた風の弱い日に、日中を過ぎた頃から夕方にかけてすから、多数のオスアリとメスアリが飛び出して、 結婚飛行を行い、交尾する。これの起こる日は、各地域で一年の特定の期間、1から2週間程度のさらに特定の幾くかかに集中しており、黒山ありや飛び色けありのように長期にわたって、分散的に行われことはない。また、結婚飛行は、数件の範囲で、ほぼ同調しているとも言われている。交尾を行った後のメスは羽を落として地面に、単独で巣穴を掘り、 コロニーを創設する。複数のメス個体によって、共同で、コロニー創設を行うことは知られていない。女王アリによって、最初に掘られた巣穴は速やかに閉じられ、中で10個程度の卵が産卵される。最初の働きアリは、女王アリの体内の栄養分だけを与えられて約1、ヶ月後に誕生し、その大きさは黒山アリの働きアリ程度と小さいが、 巣の口を開いて外から餌を運び込み、女王や幼虫の世話をするようになる。コロニーは最初の島民に入る前までに自然状態で10から30個体程度にまで成長する。成熟した大型コロニーにまで成長するのに4から5年を、養子、女王ありの寿命である10から20年程度は存続する。同じヤマリ赤カノトゲアリは結婚飛行後に羽を落とした。 女王アリが黒王アリや胸赤王アリの巣に侵入し、働きアリにマウントして巣の匂いをつけた後、女王アリを殺し、一時的社会規制を行うことによってコロニーを立ち上げる。日本産のアリの中では、飛び色シワアリなどと並び、飼育が比較的容易な種である。簡易な方法では水槽などに清潔な土や砂を適当量入れ、 同一コロニーの個体を入れ逃げ出せないよう豚をして、巣を作らせ、エネルギー源として砂糖水などを与えればよい。ただし、長期にわたり飼育、観察をすることが目的である場合には、以下のような工夫が必要である。適切な管理ができれば、コロニー創設期から数年以上、可能性としては、上ありの寿命である10から20年にわたり、飼育、観察が可能である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。